来月には希望される方のワクチン接種、しっかりと間に
出場できるように政府としても努力を続けていかなければならないと思います。そしてこうしたワクチン接種と合わせて治療薬、経口治療薬、いくらの面治療薬、それの開発普及、これも年内目指してしっかりと努力を続けていかなければならない。そしてこのワクチン接種と開発を進めていく、この日常上を支えるためにも皆の方にもう一回ご協力をお願いしなければならないわけですから、皆さんの暮らし、仕事を守るためにしっかりとした大規模な経済対策、これを政府としてはしっかりとする。さらには病床の確保と、その様々な事態にしっかり対応できる、こういった体制をこのワクチン接種、あるいは治療薬、この2つを進める中にあっても、政府として皆様方にしっかりお伝えするようにする、これが大事だと思っています。そして大阪の国を進むのが、ぜひできるだけ早いし、この平時に近い高い経済活動を取り戻す、そしてそれを維持する、そうした目標を立てて努力していかなければなりません。そしてその先には、私たちの国は再び大きく前進していかなければいけない、経済がしっかりと拡大していかなければいけない、歩みを確認していかなければなりません。私はこの新しい時代の経済、成長と分配という言葉を使わせていただいているんですが、経済を成長させること、これは間違いなく大切なことです。ぜひ経済をしっかりと成長させたい。例えば町どかに声の深い農業ということを考えましょう。農業の輸出、これ9年前4500億という程度の数字でありましたが、今や1兆円超える大きなこの成長環境として数字を残しています。そしてこの静岡県においては、なんとなくお茶というのを知らないですが、お茶の輸出を考えると10年前と比べて今や3倍に大きくなります。2025年にはさらに倍に大きく成長、経済をしっかり成長させていこう、こういった取り組みを進めています。それ以外にも、新しい時代の経済の成長、バイオですとか、容器ですとか、グリーンですとか、レーザーですとか、この新しい時代の経済成長をしっかり実現をしたいと思います。そして、その成長の果実を、ぜひ、この児童団の皆さん、お一人お一人にも実感していただく、こういった経済を作っていきたいと思います。要は皆さんの家族の給与を引き上げ、そうした成果につなげていかなければならないと私は思っています。企業においても、皆さんの給与を引き上げたならば、この税制、人望する、こういった税制を考えてみたらどうか、あるいは介護、看護、あるいは保育、今コロナ禍で最前線で頑張っている皆さん、給料なかなか上がらない、こういった厳しい必要なことです。多くぜひこういった方々の給料、国が責任を持ってやれることを考えるべきではない。さらには多くの皆さんが苦しんでおられる、特に子育て世代にとって負担の大きなこの住宅、あるいは教育費、こういったことについてしっかりと手厚く分配をしていく、こういったことも大事なことではないか。このように成長と分配、分配を行うことによって、多くの皆さんと、その消費、物を、お金を使う、こういった発想にもつながっていく、これが一つの成長にまたつながっていく、この成長と分配の好循環、こういった新しい経済を私は作っていきたいと思っています。それ以外にも、地方の達成、デジタル全面投資構想、こういったことも受け入れさせていただいていますが、ぜひこの地方政府に向けても、最初の技術、輝かしい未来を切り替えていただければと思っています。こうした未来を皆さんと共に切り替えていきたいと思いますが、私は今日の試合、若林洋平さん、この若林さんには皆さんと共に未来を切り替えていきたいためになくてはならない存在であるということを発信して、ここにお出していただいて
いていきます。皆さん、名前の通り、わかりました。御殿場のスポーツ長さんとして、女性率の向上、あるいは人発のタッグの、その三段の上昇、素晴らしい成果を上げてきた。こうした、この市長さん、御殿場チーム、今と民間、機関の調査によりますと、現在、最も住みやすい地域に、そのランクインした、こういったことを聞いています。素晴らしい結果を出した、こう、渡辺市長さんです。若林さん、私の教育部で言いますと、お子さんが3人いるます。私も3人の子供の父親でありますが、しかし若林さんの方は、まだ49歳、子育て世代真っ只中ということで、皆さんの、その子育て世代、若い人たちの感覚をしっかり持っていた若林さんであると、発信をしています。この若林さん、本当にスマートな、この人気を持っておられますが、この考え方、この桐山が、この素晴らしいアイデアが満ち溢れていると聞いています。ぜひ、この素晴らしい力を、この静岡の未来のために、しっかり発表していただければと、私、木田さんの心から期待をしているところです。この若林防衛さん、静岡を特定につなげる、そして皆さんの未来を、素晴らしい行為になるということを重ねて申し上げて、皆さんの力をお渡りいただきますよう、心からお願いを申し上げる次第です。この選挙、大変重要な選挙です。この被害を受けた場合に、この後が市民選挙が控えているわけですから、この選挙、どういった結果を出すのか、その未来につながる、大変大きな結果をもたらす選挙であると、感じています。ぜひ皆さんにこの選挙、これから衆議院選挙をお力をいただき、未来を切り開かせていただき、私はこれから先に大型の経済対策、あるいは大型のコロナ対策、これをしっかりやらなければいけない、この強く思っていますが、そのためにこういった選挙を通じて、皆さんに信頼を上げられるかどうか、これをご判断いただかなければなりません。ぜひ私、次第にしっかり任せられるという意思をいただき、その上で思い切って、経済対策、コロナ対策、実現していきたいと思います。そのために、若林さんに共に戦っていただきたいと思っています。ぜひ皆さんの力を、この若林さん、ご栄さんにいただきますよう、私、大学総理大臣、岸田文雄から、心からお願い申し上げて、応援の弁とさせていただきます。どうぞ皆さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。こちら総理、ご協力ご応援ありがとうございました。それでは、ここで、一生を祈願しまして、自民党県連、政令局長の三上正春元気が、頑張ろう担当を行います。Thank you.
最後に